よろしくお願いします。分かりましたかね、今何のフレーズだったか。そうそう、マックなんですよね。皆さんもライブが終わったらですね、見終わったらぜひ足を運んでみたら良いんじゃないかと思います。よいしょ。はい、ということで、改めまして自己紹介させていただきたいと思います。九州大学アコースティックギターサークルアンプラグドの平山と言います。どうぞよろしくお願いします。はい、で僕はですね、歌は歌わないんですよね。歌を歌わずに延々とギター1本で弾き続けて、えらいイントロが長いなとか、いつ歌い出すんだろうなというのは思わないでいただきたいんですけど、まあ、ギター1本といってもですね、このアコースティックギターっていうのはいろんな音が出せます。まあ、さっきもちょっと見て分かったと思うんですけど、こうっていう叩いた音とかも出せるんですよね。まあ、そういう、いろんなテクニックを駆使してですね、このステージは、盛り上げていきたいと思います。夏ライブということもあって、夏っぽい曲をですね、一曲弾きたいと思います。太陽のエチュードという曲です。聴いてください。
太陽のエチュードという曲でした。さて次はちょっとしっとりめの曲をですね弾きたいと思います。ありがとうございます。奈良由美さんで飛行機下りですね。映画風立ちぬの主題歌で、知られている曲になります。今回夏っぽい曲っていうことでですね揃えてるんですけど、夏といえばやはり何ですかね。何ですかね。何でしょうか個人的に夏といったらですね、とても無理やりなんですけど花火がとてもいいと思うんですよね。この前も今宿で花火大会がありましてですね、そこでもアンプラグドの部員が演奏してすごいなって、その後花火を見てですね、なかなかこうなんだろう、大きな花火大会とは違ったこう風情のある感じがたまらなく好きで、また来年もですね、来年も行けたらいいなと思いつつ、中2で終わったということでですね、次の曲は花火という名前の曲をやります。花火のですね、こうなんかドーンってやってパーってやってすげえ賑やかな感じをですね
うまく表現できたんじゃない、できたというか表現している曲だと思いますので、ぜひそういう状況を思い浮かべながら聴いていただけたらと思います。それでは聴いてください。花火。ありがとうございます。はい、花火という曲を聴きいただきました。はい、次で最後の曲になります。僕が終わった後にもですね、次の出演者が控えています。次はですね、歌とギターの上手いお兄さん方が3人組が出てまいりますのでですね、もしお時間ある方いらしたら、ぜひこの後も見ていってください。あとはですね、もし、
ファンクラブのビラをもらっていない方が、チラシをですねもらっていない方がいらっしゃら、ぜひ部員に声をかけていただけると嬉しいです。それでは最後の曲に行きたいと思います。最後の曲は、君と夢の間の銀の翼という曲です。はい、とても夏っぽい曲なので、選ばせていただきました。最後はですね、ちょっといろいろ動いたりしながら皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。それでは、最後聴いてください。君と夢の間の銀の翼。
はい、まだまだ続きますので、この後も楽しんでいってください。ありがとうございました。